自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件を受け同党の支持率が急落している時事通信の1月の世論調査では野党時代を除いて1960年の調査開始以来最低の14.6%有権者の厳しい視線が岸田内閣だけでなく党にも向いている状況が鮮明になり衝撃が広がっている 数字は実態を表している、地元を回っていても信頼感の低下を感じる、現職閣僚の1人は自民支持率の落ち込みについて、後期危機感をあらわにした事件は、東京地検特捜部に関係者が立件された安倍、岸田、2階の3波が解散を決め、党を揺るがす事態に発展している。 昨年1月から10月まで、自民支持率は同調査で21から24%台を推移していた。この間、内閣支持率は1月の26.5%から5月に38.2%へ回復し、10月には再び26.3%へ落ちており、党支持率は比較的安定していたといえる。ところが 各派のパーティー収入問題が報じられ出した11月を境に下落傾向が顕著になる同月29.1%と2割を切り12月は18.3%年をまたいでさらに3.7ポイントも下がった内閣支持率は12月 17.1%1 月18.6%と低迷しておりこれが党に飛び火した格好だ 自民政権下で党支持率1割台はそれほど多くない。リクルート事件が火を吹いていた88から89年当時も2割を割り込むことはなく。初のケースは自社差連立の村山富一政権だった95年6月。その後、橋本龍太郎、森吉郎、森小泉純一一安倍晋三、第一次。 福田康夫麻生太郎各政権下で1割台に落ちているこれまでの最低値は麻生内閣時の2009年7月の15.1%この翌月の衆院選で惨敗し野党に転落しているが今回はこれを下回った現時点で立憲民主党や日本維新の会の支持率はおおむね3から4%台で伸びていない一方 支持政党なしの無党派層は今年1月の調査で前月比4.3ポイント増の66.8%となった政権批判の受け皿ができれば自民は一段と苦しくなる岸田文雄首相、党総裁は19日事件を陳謝した上で再発防止に向け政治刷新本部の議論を進めていきたいと記者団に語った だが野党の攻勢も予想される中ベテラン議員はこの状況で上向くわけがないと顔を曇らせた私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです自民党の支持率が14.6%と2割を切っており過去最低となっているという対面調査で言っている時事通信社の世論調査は一定の評価を得ているものであり こののの数字の衝撃は大きいものがあるこれまでは岸田政権の支持率が下落しても自民党の支持率は比較的堅調であったが今回のパーティー券をめぐる政治と金の問題が自民党を直撃した格好だもちろんそれに対する岸田首相の対応も必ずしも評価されておらず内閣支持率も同様の数字である。 派閥の解散といっても一部の派閥だけであり問題の本質である政治とカネの問題からはほど遠いところにあるその派閥の解散の後の自民党のガバナンスも必ずしも明確ではないとりあえず検察に立件されましたから立件された派閥は解散しますという論点すり替えとも取れるまた首相は 会長であった時期の派閥の、政治と金の問題をどう取るのか。今後注目だ。金の問題を派閥だけが原因のように歪症化しているな。確かに派閥から議員へのキックバックの不記載が今般の大規模政治資金不正の中心なんだが。不記載についての反省をせずに派閥の解消だけやっても、今度は議員間で不透明な金のやり取りをするのではないだろうか。 政治刷新本部の課題にもなっているようだがやはり政治資金規正法に連座性を入れると同時に現金による金銭授受,受の禁止と帳簿の電子化と長期の保存の義務化が必要今のような政治の劣化と腐敗の中で政治資金規正法を改正し政党交付金の範囲内で金のかからない政治活動 をを面に打ち出出すす政政党や政治家ががてててこないいいのの毎日のニュースを見ていてはがゆく思います国会議員だけでなく比較的身近な市町村議会議員から県議会議員そして国会議員へと金のかからない政治活動の輪が広がるように我々有権者も地元議員に対して積極的に発言する時期に来ているのではないかと思います。